どうも肉まんです。今回はコストコ購入品紹介開封編です。それでは開封編スタート。まずはじめに宮崎県産刺身用生き締め黒瀬ぶり柵 100g あたり298円、327g 入ってて974円でした。賞味期限は加工日含めて2日間あります。ブリの柵を買うのは初めてです。視聴者様はブリの柵が買えた時はお刺身だったりしゃぶしゃぶをしてブリを楽しんでるみたいです。ブリのしゃぶしゃぶってしたことがないのでやってみたいなと思ってます。大きい。昆布のいい出汁が出てると思うのでこのまましゃぶしゃぶしていきたいと思います。ブリがすごく美味しそう。美味しそう。ポン酢とネギでいただきます。うん、新鮮なブリだと生臭くなくとっても美味しいです。ブリは足が早いので買ってきた日に食べるようにしてます。ブリもすっごい脂が乗ってます。しゃぶしゃぶするところもブリの脂が出てますね。うん、美味しい。すっごい贅沢です。ブリの出汁と一緒に野菜もいただきたいと思います。続いてボッカロイヤルミルクティープリン6個入り、お値段が978円でした。1個あたり163円です。ボッカのプリンの新商品が出てました。ミルクに負けないコクと渋み、華やかな香りの強さを持つケニア紅茶の茶葉から抽出したエキスを使用し、濃厚なロイヤルミルクティーの味わいが楽しめます。付属のソースをかけると、チャイのようなエキゾチックな味わいに変化します。コストコ限定商品みたいです。ミルクティーは初めてです。プリンが6個、ソースが6個入ってます。まずはこのままいただきます。うん、ミルクティーですね。ちょっとほろ苦さもありつつ甘みも感じるので美味しいですね。濃厚な味わいです。ビターオレンジソースかけてみたいと思います。不思議な味わいですね。オレンジソースがちょっと苦みのあるような柑橘系の自然な味わいなのですごく不思議な味わいになります。先ほどは飲み物のミルクティーの味わいだけだったんですけど、オレンジの味が加わることにより全く違ったデザートになりました。私はソースをかけた方が美味しくいただけました。オレンジソースは酸味もありつつちょっと苦味があるので甘いプリンにぴったりですね。食べたことない味わいなんですけどすごく美味しかったです。コストコ限定、期間限定だと思うのでぜひ気になる方食べてみてください。不思議な味わいが楽しめます。続いて伊藤ハムビーフシチュー 210g×3 袋入り、お値段が1368円でした。1袋あたり456円です。
賞味期限は買った日から1ヶ月ぐらい持ちます。おお、お肉が大きそう。こんな感じで3パック入ってました。1袋あたり456円と結構お高めな値段設定なので期待大です。湯煎してきます。お肉がすごく大きいですね。ゴロッと入ってます。パンもいいんですけど、私はご飯派なのでご飯を添えてきました。ボリュームたっぷりです。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。デミグラスソースのコク深い味わいが味わえます。味は濃いのかなと思いつつも、あっさりとさっぱりと食べられます。お肉がすごくゴロゴロ入ってます。大きい。うん、お肉も柔らかい。ちょっと角煮のように脂身が多い気もするんですけど、とっても美味しいです。一袋456円とちょっと高いのかなと思うんですけど、本格的な味わいがボリュームよく食べられるのでいいのかなと思いました。お肉がこんなにゴロッと入ってることってなかなかないと思うので、妥当な金額なのかなと思います。また買ってもありな商品かなと思いました。パンにも絶対合う味です。ディナーロールとかつけて食べたいですね。続いて台湾産ジャスミンティー 1.5g×100本入り、お値段が878円でした。1本あたり9円です。台湾産ジャスミン使用、ホットでもアイスでも飲めるみたいです。厳選された緑茶にジャスミンのお花で丁寧に香り付けしました。玉蘭香料不使用みたいです。自然なお茶が味わえますね。ジッパーついてます。ありがたい。うん、香りがすごくいいです。3分ぐらい経ったので飲んでいきたいと思います。色合いはこんな感じで薄めですね。いただきます。あ、美味しい。ジャスミンの香りがふわっと口の中に広がります。色合いが薄いので味が出てないのかなと思ったんですけど、しっかり出てます。香りも味もジャスミンです。香料不使用なので余分な香りがないので、すごく自然な香りでとてもいいです。ジャスミンティーの味わい、香りが口の中に広がるんですけど、後味はすっきりですね。ジャスミンティー好きな方はぜひ買ってみてください。美味しかったです。続いてシュアラスタータイヤワックス2個入り、お値段が1898円でした。1個あたり949円です。タイヤのワックスですね。専用スポンジ付きです。スポンジも2個ついてますね。こんな感じでワックス2個、スポンジ2個が入ってました。このスポンジに適量ワックスを出してタイヤに塗るみたいです。今までスプレータイプのツヤ出しを使ってたんですけど、視聴者様からスプレータイプはタイヤを傷めやすくすると聞いたので、これからこちら使おうかなと思ってます。ちょっと試しに使ってみます。
今回はコストコ購入品紹介開封編前編のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。金沢駅で金のカステラ買ってきました。金粉がついてるカステラです。すごく美味しそうだったので買ってきました。お値段が1296円でした。早速開けて食べたいと思います。うわーすごい、金粉のところはシートがついてますね。うわーすごいすごい、おいしそう。こんな感じで3切れの金のカステラが入ってます。うわすごい、手で申し訳ないんですけど、いただきます。口に入らないぐらい高さがあります。うん、美味しい。まあ、金粉の味はしないんですけど、見た目がすごく豪華です。結構甘さがあります。そして黄色くてもっちりしてますね。金粉がついてるので高級なんですけど、金沢のお土産としてはいいかもしれないですね。ホテルで食べてます。うん、美味しかったです。甘さもあって、まあ味は普通なんですけど、金粉がついてるので金沢のお土産、手土産にはいいのかなと思います。これもらったら私も嬉しいってなります。今回もいろいろな商品を買いました。今週買った中でまたリピートしたいなと思ったのはブリとビーフシチュー、ジャスミンティーです。ジャスミンティーはお裾分けしてもらったんですけど、すごく美味しくいただけました。今度行った時あったら買いたいなと思いました。ビーフシチューはちょっと高いんですけど、本格的な味わいのものが即席でできるっていう部分に関してはいいのかなと思いました。もうちょっとお値段安かったり、クーポンの時狙いたいと思います。こんな感じで終わりにしたいと思います。少しでもいいなと思ったらグッドボタン、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。